んにちは、チークラボのシンです。今回はシャボン玉を使った表面張力の実験です。袋の中に入っているのはシャボン玉の液、プラスチックコップ、針金の枠、ストロー、包帯と輪ゴムです。お水は用意してくださいね。それでは早速始めましょう。まずはじめにシャボン玉の液をコップの中に入れます。お水をたっぷり入れてよくかき混ぜてあげてください。針金の枠をお水の中にゆっくり沈め、持ち上げてください。どうなりましたか？そう、枠の形に沿って不思議な膜ができましたね。切り込みを入れたストローや包帯を巻いたストローでも楽しんでくださいね。チークボックスにはフラッシュカード、塗り絵、絵本も入ってます。楽しんでくださいね。チークラボのシンでした。 See you again! チークボックス。